日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。今週そして来週とパリオリンピックハイライトというテーマでお送りしていきます。スポーツジャーナリスト生島淳さんです。生島さん、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。はい、まずバスケットボール男子に触れたいんですけれども、はい、90対94という延長戦の末、はい、大金星をね逃してしまいました、フランス相手に。でも素晴らしい戦いでしたね。あれはファールではないと思いますね。もう不可解なやっぱり判定ありましたよね。はい、まあ昨日もねちょっと今夜ありますよっていうことをお話しさせていただいたときに、ちょっとまあ僕フランスのウェンバヤマも見てくださいっていうふうなことを言ったので、なかなか厳しい戦いになるだろうなっていうのが予想だったんですが、日本強いなっていうふうに、いやー見事なゲームプランを見事に選手たち遂行してるなっていうのを感じて、まあ普通残り10秒で4点勝てたらまあ負けないんですよ。これはいろいろなバスケットボールのデータの集積で、90何パーぐらい勝てる確率の状況だったんですよ。で、まあ、4点リードだから、まあ、向こうは、2ポゼッション、普通は2回攻撃権がないと追いつけないというような状況だったので、まあ、あそこはファールをしなければいいというシチュエーションなんですよね。で、河村のチェックは、まあ、あれは地元判定だったね、ちょっとね。はあ、ね、フランス。ファールを取られて、結果3ポイントプラス1スローで4点で同点にっていう展開でしたもんね。で、まあ、バスケットボールって、まあ、不公平な競技なんですよね。海外では。地元が有利な判定になるっていうのは、これも間違いない。よくあることってことですね。海外ではそうです。それで、だからこそホームアンドアウェイで、お互いホームでやるから、その時は有利だっていうのが考え方なんだけど、オリンピックって、一回しかないから、そうですよ。まあでも地元判定だ。まあ、もう最後にね、もう、得点と、レギュレーションの間に、ごめんなさい、40分間の中で得点取ってれば、まあ良かったんだけれども、まあ河村悔やまれるよね、あれね。いやー本当そうですね。でも河村選手も本当大活躍、引っ張りましたよね。はい。で、あれ試合の後、先ほど田畑さんお話してたけど、河村のインタビューはアナウンサーさんも辛いよね。辛いですよ。本当。あれだけ献身的にプレーしたのに、ね。なんか、最後のスロー、フリースローのきっかけになっちゃうっていうのもね、難しいですね。いや、でもまあ、ブラジル戦期待してそうですね。はい、3位に入ればまだ望みはありますもんね。あります。はい。ね、はい。さあ、今日の注目競技というところで、はい、まずは。まず夜8時半、男子バレーボール日本対アルゼンチンがありますね。はい。はい、初戦ランキングではね、格下のドイツにフルセットで、日本負けてしまって、まあ、初めて。オリンピックは別の大会だなっていうことを実感しましたね。はい。で、まあ、ちょっと前哨戦のね、ネーションズリーグ、結局、主力を温存している国もあったということで、ちょっと日本としてはですね、得意のデータ分析バレーがうまく発揮できなかったっていうところがあるんですが、2試合目を迎えて、まあ、アルゼンチンのデータも出てると思いますし、はい。僕は、有利に進めること、ができるんではないかなとは期待してます。まあ準々決勝進出のためにはね、まあこの試合は絶対に落とせないな。そうですね。で去年のねオリンピック予選の時も日本は初戦を落としてからうまく修正能力を発揮していったので、僕は2戦目でうまくまあバスケットボールのように、ね、波に乗るような試合展開を見せてほしいなと思います。はい。はい。で、その後ですね、まあ、柔道もあるんですが、24時からサッカー女子日本対ナイジェリアということで、はい。初戦のなでしこジャパンですけれども、初戦のスペイン戦では1対2、2戦目のブラジル戦ではアディショナルタイムに19歳の谷川のスーパーゴールでしたね、本当に。本当素晴らしかったですよ、ね。いやー、もうあれは感激しましたけども、2対1と、はい、まあ、本当に何分間で、っていう感じで大逆転勝ちしたなでしこですけれども、はい、
準々決勝に向けてはね、この試合が、ナイジェリア戦が、勝てばもちろん大きく、チャンスは膨らむんですけれども、グループ A のカナダがですね、ドローンで相手の練習を偵察していたということで、勝ち点6が取り消しになってるんですよ、勝ってんの。はぁ。そういう状況もあって、ちょっといろいろ、3位の僅差、ダンバスと一緒で3位も準々決勝に上がれる可能性があるんですけど、なるほど。ちょっとややこしいことにはなるんですが、取り消されてるんで、日本は有利だろうなと思うんですが、でもちょっと流れの中での得点は今までないのかな、ほとんど。1戦目のスペイン戦はセットプレーからでしたし、この前は1点目は PK、そしてこの前も、谷川がカットして、それをこう、だっていう感じだった、ね。連携プレーとかではなかったですもんね。そこですね、それを、そういった連携、長谷川優衣を起点とした連携プレーからの得点を見たいので、そういったシーンが見られるようになれば、おそらく準々決勝でもいい試合ができるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、あと最後に、同じ時間帯、男子体操、個人総合の決勝。そうですね。個人総合だ。個人総合。はい。で、連覇を狙う橋本大輝ですが、今一つだね。ちょっと調子上がってないですよね。団体予選の鉄棒でミスで、団体決勝があん馬でも落下していたので、はい、も絶好調ではないのかなと思いますが、中国の張博恒という選手がね、これ、ライバルですけれども、この対決に行われるのは2年ぶり。これを楽しみにしたいのと、あと、はい、予選では岡慎之助という選手の方が上位だったので、岡の演技にも楽しみが膨らむなというふうに思います。これは、2人の表彰台っていうことも十分可能性としてはある？ありますね。すね最近、ここしばらく、個人総合6種目できる国って、日本と中国ぐらいなんですよ。他はスペシャリスト時代で、団体種目しか出ない選手もいるじゃないですか。はい、そうですね。そういう意味では、表彰台2人ということをね、ちょっと期待したいなというふうに思います。はい。わかりました。ね。また眠れない夜となりそうです。はい。はい。生島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。スポーツジャーナリスト生島淳さんでした。落語家の立川昭志です。1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組、立川昭志のニュース落語、もう聞いていただきましたか？政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど、落語の世界でお楽しみください。アップル、スポティファイ、アマゾンの各ポッドキャストで立川昭志で検索してフォローお願いします。また YouTube でも聞くことができますよ。さらに生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川昭志キーサイトを聞いてください。毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中です。さらにこの立川昭志ニュース落語は本で読むこともできます。お近くの書店、ネット通販でお買い求めください。本と音声両方で立川昭志のニュース落語、どうぞごひいきに。